皆様こんにちは。今回は最近人気のね、キングスレイド、キンスレで、まあ、メインのコンテンツであるドラゴンレイドをやっていこうと思います。でこのドラゴンレイド、まあ、レベル帯によって敵の強さが全く異なるんですけれども、レベル80のドラゴンレイド、まあ、T8 の装備を入手するための、まあ、登竜門的なレイドとなっています。でテレビ CM のおかげもあって多くの新規プレイヤーが、まあ、入ってきてると思うんですけど、このドラゴンレイド、まあ、なかなかうまく攻略できないという方非常に多いと思います。で理由はいくつかあると思うんですが、まあ、単にレベルあるいは火力が足りないだとか、キャラの特性を理解していないだとか、まあ、そもそもレイドに挑むのが早い、あるいは1段階低いレイドに挑むべきだっていったものが、まあ、一般的に考えられる理由になるんですけれども、今回はねドラゴンレイドにおいて一番重要な要素である、レイド用のパーティー構成について、触れていこうと思います。今回のパーティーはね、タンクにこれがロマン・チェンで、ディーラーが3、アルテミア、アイシャ、パベル、サブディーラーがアネットとベロニカで、ヒーラーがこれも2体でシア・フレイとなっています。でここですね、ちょっとご覧いただきたいんですけど、で根こそぎパーティー落とされました。でこの絵を撮るためにね、ノラのパーティーに入って、まあ、動画を撮ったんですけれども、パーティー構成のポイントのまず一つ目として、まあ、ディーラー、まあ、サブディーラーも含めてです、やたらめったら入れないことが非常に重要です。で火力を上げた方がねレイドの消化が早くなると思っている人、まあ、多いと思うんですけれども、俺も火力出す、いやいや俺も火力出すっていう流れで、後半まで行ったレイドで、ディーラーが落ちて、その後に続くねタンクの壮絶な死闘、まあ、感染する方が、まあ、よほどのロスになってきます。でキャラやまあ育成の度合いにもよるんですが、基本的にはタンクは3体いた方がレイドは安定します。なので、まあ、参加した順番に応じて、まあ、先に出した人の、出すキャラクターを見てねパーティー構成を考える必要があります。続いてタンク3体のパーティーです。このパーティー自体はしばらく回っても、まあ、落ちるような展開なかったんですけれども、編成の面で、まあ、若干、ロスが生じています。と言いますのも、私が出したタンク2体ですねは物理、あとは全て魔法属性のキャラクターなんですが、リカルドもロマンも、まあ、敵が魔法属性の際に、ダメージ軽減であったりだとか魔法防御力アップであったり、そういったものがついてるんですけれども、まあブラックドラゴンに対する適性は比較的高いキャラクターなんですが、いわゆる、デバフ、防御力減少だったり、アンプ、まあこの場合は物理ダメージ上昇だったりが、この編成では全く機能していないので、少しもったいないという感じです。でどちらかというと、まあ、個々の性能でご利用している感のあるパーティーなので、レイドのレベルが上がるにつれて、まあ、厳しくなってくる編成だと思います。でここからが、まあ、新しく始めたプレイヤーに向けての、編成のコツみたいなのをねお伝えしていこうと思うんですけれども、まあ、レベル超越が不十分なキャラでの攻略は可能なのかという問いが、まあ、仮にあったとすればですね、答えはイエスです。ただし、十分な火力が出せるディーラーがいる、あるいは、まあ、フレンドやギルドにレイド周回のお助けマンがいることが、まあ、前提になってきます。おそらく80のブラックドラゴンの周回をしようと思ったら、まあ、パーティー全体の DPS はまあ最低でも2000万くらいはないと、厳しくなってきます。でなぜ厳しくなってくるのかというと、基本的にまあダメージ量が低いと、戦闘が長くなります。でそうなると必然的にドラゴンが、強い攻撃を、ね、打ってくる回数が増えてくるんですけれども、それに加えて、まあ、雑魚の処理ができなくなってきて、でドラゴンを CC で阻害しておとなしくさせておくことがどん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 難しくなってくるんですね。なので最低でも、まあ、総 DPS が、まあ、2000万くらいは出せる編成が組めるようにならないと、80のドラゴンはまだ早いという答えになってしまいます。で少し余談になるんですけど、レイドのキャラを選定する際に、まあ、一番右端に来るキャラクターがメインタンク、つまり常に攻撃を受け続けるタンクとなります。でおそらく HP、まあ、防御力等々ですね、総合的に判断して最も適性の高いキャラクターが、まあ、メインタンクになっているように思います。でメンバー選出の際に、まあ、装備付け替えた後にですね、一度引っ込めてもう一度出してみると、まあ、並び順が変わることがあるんですけれども、
うわ、メインタンクは嫌だなと、まだ自信がないという方はですね、少しグレードを下げた装備を、付け直してみて、順番を変えていくっていうのも一つの手になるかもしれません。この戦闘、結論から言うと全員生還した状態でクリアできます。で、念のため3回ほど回ったんですが、まあ、時間がかかっただけで案外クリアできました。ただ注意しておきたいのは、一応全員 T8 の装備をつけています。がっつりオプション厳選こそしていないものの、まあ、3段階4段階覚醒はしていますので、何の用意もなくこれをやった場合にクリアできる保証は、まあ、ほぼほぼないに等しいです。なのでとりあえず80のドラゴンに、挑む際はですね、宝物かハードでとりあえずまあ揃えられる T8 装備を可能な限り揃えて、強化をするか、 T7 の、5段階覚醒、装備を用意してから、まあ、挑む方が無難です。無事生還ということで、次の編成が最後です。これの説明するために長い前置きを置いたわけなんですが、今までの戦闘ではね、専用武器の覚醒が進んだキャラクター、まあ私の場合アルテミアになるんですけども、がメインディーラーとして戦闘を優位に進めていました。では専用武器は持っているけど覚醒まではしていない、あるいは1覚醒2覚醒止まりだという方にはぜひ、実践していただきたい編成がこちらです。ヒーラーを除いて全て物理属性のキャラクターです。各キャラがデバフ、アンプを持っているので、まあ、相乗効果的にダメージが伸びていきます。これはワールドボスでも同じ考え方の編成です。で、実際にね、ノラのレイドに入ってみるとよくあることなんですが、まあ、レイドのホストが、まあ、魔法パーティーを出しているのに参加者がヤンヌを出したり、その逆で物理編成を出しているのにレイドの適性が高いからという理由で、まあ、アルテミアを出してみたりといった具合に、こう物理魔法の統一感が欠けたパーティーっていうのを、よく見かけます。で、それが必ずしもダメというわけではないんですが、火力に自信がない人こそ、まあ、物理を物理、魔法は魔法にこだわって編成を考えてほしいという意味合いです。具体的な話に戻りますが、まあ、このディーラーたちそれぞれ専用武器は、チェイス・ヤンヌが1凸、グラディが2凸、そして、ノラのセレンさんは推定で3凸のパーティーなんですけれども、注目していただきたいのはチェイスの DPS、1300万近くまで行きました。で、1凸でもですね、パーティーさえこだわればこれだけのダメージが出せるようになります。で、火力が出ないと思ったらまずはパーティー編成をこだわってみてください。で、物理は物理、魔法は魔法、これがまあキングスレイドにおいて最も重要な基礎となります。で、この動画をご覧になった方がね、少しでも快適にキングスレイをプレイできるようになっていただけたら、幸いだなと思います。これ最後に、このパーティーで非常に珍しい状況が発生しましたので、お時間ある方は引き続き見てやってください。ではでは。